こちらの延長、九電物は現代では不適切な表現がありますが、作品を尊重して読みますことをお断りいたします。神経重ねが淵第53隻。腎臓が生きていたので、新吉とお静は驚きます。新吉は腎臓に捕まり殺されそうになります。用語解説。 種ヶ島を持って、鉄砲を持ってということ、引き続きお聞きに入れました新吉お静は、我が罪を隠そうがために土手の腎臓を欺いて、根元の正殿山の谷へ突き落とし、上から堆積を突き転がしましたから、もう腎臓の助かる気遣いはないと安心して、二人差し向かいで土手下の深夜で、 一口飲んで、これから寝ようと思って、雨戸を閉めようというところへ、土手の生垣を破って出たのは、土手の腎臓。頭脳は破れて、眉間から首へかけて血は流れ、素肌に馬の腹掛けを巻きつけたなりで、庭口のところへ、こう片足を踏み出して、小座敷の方を睨みましたその眼色は、実に、 二目とは見られん恐ろしい怖い姿でござりますから、新吉おしずは驚いたの驚かないのぞっといたしました。座敷へ上がってギャーギャー騒がれては大変と思いましたが、新吉はもとそれほど悪者というほどでもありませんから、ただ人臓の喧騒に驚き、ブルブル震えているから。おしず。 心血さん、お前、ここにいてはいけないよ。どんなことがあっても仕方がないから、土手へ連れて行って、あいつをきっらっておしまいよ。きっらえたって、出れば殺される。大丈夫だよ。表へ連れて行って、土手の上で。と、ぐずぐず言っているうち、ずかずかっと飛び込んで、縁側へ。 片足踏みかけました腎臓は出ようとする新吉の胸ぐらを取って「うんイケブでえやつよくもあの谷へ突き落としやがったなおしずも助けちゃおかねえよくも俺をだましやがったなさあ出ろイケブでえやつだおしずの雨も今見ていろ」と土手の上に引きずってゆこうとする。 こちらは出ようとする向こうは引くからずるずると土手下へ落ちたから新吉うん五升だから助けて兄苦しい俺の持っている金はみんなおめえにこれさ兄何もかもみんなおめえにやるからどうか堪忍してそういうわけじゃねえ行き間違いだから くそでもくらえ「何痛えとふざけやがるな」と力を入れて新吉の手を逆にとってねじり原稿を振り上げてコツコツぶったから「痛いの痛くないの」って目から火の出るようでございます。兄「兄助けてくれ助けてくれ」とわめきますのえ、うん 助けるものか。おしずの甘っちょも今あとからだ」と腰から出刃包丁を取り出して新吉の胸元をめがけてつこうとする新吉は仰向けになって「俺は悪かった堪忍して兄御所だから助けてよ」と言うも大きな声を出しては事が露見しようと思いますから小声で「 すす。するとどこから飛んできましたかズドンと一発鉄砲のそれ玉が人造が今新吉を殺そうと出刃包丁を振りかざしている胸元へ当たりましたからばったり前へのめりましたが片手に出刃包丁を持ち片手は土手の草に取りつき ずっと立ち上がったが妻だってブルブルッと反り身になる途端にガラ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 ッと口から血へどを吐きながらドンと前へ倒れた時は新吉も鉄砲の音に驚きあっけに取られて一向わけがわからないから自分が殺された心がしましてただ「生阿弥陀仏生阿弥陀仏」と申しましたが しばらくしてようやくに気がつき、起き上がりまして、辺りを見回し。あ、はあ、どこから飛んできたか、鉄砲のそれ玉。おかげで俺は助かったが、漁師がうさぎでも撃とうと思って、弾がそれたか。あ、はあ、幸い命強かった。危ないところを逃れた。誰が鉄砲を撃ったか、ありがたいことだ。しかし、 竜戸がこの様子を見ておりはせんか」と「鬼怒川の方を眺めますれどただ水音のみでございまして往来は絶えた真の夜中でございます。こちらの庭の池垣の方からちらりちらりと火縄の火が見えるようだから油断をせず透かしてみますると寝巻帯のなりで小鳥を打ちまする種子島をもって ようやくに草にすがって登ってきたのはおしず。新吉さん「しんきつさお前に怪我はなかったかえ?」。おしずてめえはまあどうした私はもう途方に暮れてしまってお前に怪我をさしてはならないからどうしようかと思っても女が刃物三昧してもあいつにはかなわないし。 どうしようかと考えたらふいと気がついたんだよ。この間ね、旦那が鉄砲を出して小鳥を撃つとき手前もやってみろってんでね、やっと引き金に指を当てることだけね教わって覚えたので、時々やってみたことがある。今も弾が込めてあることを思い出したからすぐに旦那の手箱の内から取り出してね。 思い切ってやってみたんだけれどもいい塩梅に近くで話しただけで狙いも狂わずやって「お前に怪我さえなければ私はまあありがたいこんな嬉しいことはないよ」「何しろどうせこのことが露見せずにはいねえ腎臓をぶっ殺してしまっておめえと俺と一緒になっていられるわけのものじゃねえから今のうち 身を隠してえものだ。「ああ私もねここにいる気はさらさらないから形見分けのお金もあるのだけれども四十九日まで待ってはいられないから少しは私の蓄えもあるからそれをもって二人ですぐに逃げようじゃないか」「うん少しも早く今宵のうちに」というのでこれから衣類や串公害、 蓄えの禁すまでも一風呂敷として後をくらまし明け近い頃に蓄典してしまいましたまた腎臓の死骸は鬼怒川べりにありましたが夜が明けて百姓が通りかかって騒ぎ名主へも届けたが腎臓はふだん憎まれものどうか死んでくれればいいと思っていたところ腎臓が鬼怒川べりで 鉄砲で打ち殺されているというのを村の人たちが聞き込んで「ああこれからは安心だ」「人造が死ねば村の者が助かるとまで喜びそのまま名主様へ届けて宝蔵寺に葬ったが投げ込み同様生きているうち悪事のバチでもちろん悪者ですから誰の仕業と戦意してくれるものもありません」 新吉おしずの逃げ去りましたのはもとより、不義いたずらをしていて、名主様が亡くなると、自分たちは衣類や手回りの小道具や何やかやを盗んで、いなくなったにそういない。あれはもとより浮気をしていたものの駆け落ちだから、さもあるべしと、これも尋ねるものもないので、何事もありませんが、名主宗右衛門の変死は、 誰あって知るものはない。肝心の知っている人造が殺されましたから宗右衛門は全く病死したのだと心得ておりますが中には疑っているものもありましてさまざま優が、まあ名主の跡目はせがれ宗次郎まことに乳は恩順の人でお父さんは道楽のみをいたしましたがそれには引き換え 宗次郎は固くって内気ですから他に出たこともない人でございますがある時村の友達に誘われまして水街道へ参って麹屋といううちで一ちょこやりましたその時尺に出た婦人が名をお墨と申しまして年は二十歳ですが誠に人柄の良いおとなしやかの婦人でございます 第54話し変わって宗右衛門の長男宗次郎が旦那になり今まで堅い人だったがお墨という女ができて外出することが多くなりました水街道あたりでは皆枕付きといいまして働き女がお客に身を任せるが多くはありますがこのお墨は ただ無事に勤めをいたしよほど人柄のよい立ち居振る舞いから物の言いよう裾さばきまで一点の申し分のない女ですから宗次郎は工事屋の亭主を読んで「これは定めし出のよろしいものだろう」と聞き合わせますと「元は谷出羽の神様のご家来で神崎定右衛門という人の子でお父様と一緒に浪人して」 この水街道を通りこの家に泊まり合わせると「定右衛門があやにく病気で長く患って亡くなり後で薬代や葬式料に困っておりますゆえ宿の主が金を出して世話をいたしましたから御法寺方々この家に奉公をいたし他に身寄り親類もない心細い身の上でございますから」。 何分願います。他の女とは違いまして、真面目の方向をいたしておりますもの、ひいきにしてください。というので、宗次郎の気に入りまして、たびたび遊びに来る。その頃の名主と申しては、なかなか幅の利いたものですから、名主様の座敷へ出るときは、働き女でも、芸者でも、まあ、名主様に出たよ、などと申して、 見えにしたものでございます宗次郎もお隅には多分の祝儀を使わし折伏は反物などを持ってきてやることもあるから男ぶりといい気立てといい乳は恩順で親切な名主様とお隅も大切にいたしどうもありがたいと思いある日のことお墨私は 他に参るところもない身の上でございますから何分ごひいきなすってください」というので宗次郎も近々来るうちにふとした縁でこのお隅と深くなりましたことで今まで堅い人が急に浮かれ出すとこれはまた別でございましてこのごろはうちを外にいたすようなことがたびたびでございますから おっかさまも心配する。弟子もございますが、これはまだ9つで、何も役に立つわけでもございませんから、おっかさまもいろいろ心配なさるが、常に固い人だから、うっかり意見がましいことも言われませんので控えている。すると、その翌年、完成10年となり、大名郷村の天神さまから左に曲がると、 法恩寺村というその法恩寺の境内に相撲があります。この相撲場は細川越中の神様御免の相撲場ということで木村権六という人がただいま持って住んでおります。ちりめんの幕張りをいたして田舎相撲でも立派なもので金剛からも随分見物が参ります。 ここに参っている関取は、花車十吉という、線だって、私、古い番付を見ましたが、なるほど、西の二段目の末から二番目におります。これは、新州飯山の人で、十一の時、初めて羽生村へ来て、名主方に二年ばかり奉公しているそのうちに、力もあり、 活腹もいいので自分も好きのところから法恩寺村の場所へ飛び入りに入ると若いにしては強いこの間は三段目の相撲を投げたなどと褒められましたから自分も一層相撲になろうとその頃の源氏山という年寄りの弟子となったがこれより花車が来たといえば土地の者がひいきにして 見物に来る。宗次郎もいつも多分の祝儀を使わしましたが今度もお墨を連れて見物しようと思い相撲を見はつけたりお墨に会いたいからそこそこ支度をいたしますと母が心配して「あのケーるなら今夜はちっと早く帰ってもらえて明日は少し用があるからのう」。 総郎少しは遅くなるかもしれません。もし遅くなれば、消え物丼に何かと頼んでおいたから、ご心配はないが、ひょっとして花車も一杯やりたいのどというと、ちっとは私もやりたいものもありますから、また帰るまでに着物でも持たせてやりとうございますし、そんなことでいろいろまた相談もいたしますから。 もし遅くなりましたらどうかお先にお休みなすってくださいまし。母。はい遅くならば先に寝てもいいだけれどまあこの頃は他へ出ると止まってくることもあり今まで旦那様が達者の自分にはおめえが家を開けたことはねえあんな家庭へ若旦那様はねえ今の世は逆さまだ。 親が女郎を買って子が御所を願うという歌の通りだ。宗次郎さんのようなあんな若旦那を持ちながら宗右衛門丼はいい年して道楽するなどと村の者が言うから花が高えと思ったが旦那丼が死んでしまってみると今ではおめえの寝台だからまあうちのためを思って おめえも今まで骨折ってくれただが去年あたりからデブ泊まりがけに出かけるものだから村の者も,も今まではかてえ人だったがどういうわけだかな泊まり歩くが役柄もしながら、はああよくねえことだ年取った親を置いてなんて悪口聞くものもあるでなりたけ人にはよく言わしたいが これは親の欲だからおめえ。残ったからまちげえはなかんべえがなりたけ。まあ蹴れるだら蹴ってもれて点だ。新兵だからのう。い,いえ、何そう？ご心配なれば参らんでもよろしゅう。是非参りたいわけではありません。花車も来たことだから、いささかでも週にもやりたいと思いましたが。 そういうわけなら参らんでもよろしいので、新右衛門も堂々するつもりでしたが、さようなれば行かないでも向こうで咎めるでもなし、怒りもしますまい。それではやめましょう。そういえば、はあ、困るべえじゃねえかえ。行くなとは言わねえが、出れば泊まりがけのこともあるし、消えらねえこともあるから、 それでわしが案じるからというので、行くなとは言わねえ。言ってもいいから、早く帰ってこうというのだ。おめえは今まで、親にあれえことを言いかけたことはねえが、この頃は様子違って、意見らしいことを言えば、顔つきが違うから言うだ。わしはだんだん歳をとり、宗吉はまだ子供なり、 役には立たねえからおめえも固くって今まで人に言われることもなかっただから間違えはなかろうけれども和え門の噂にあんなはあ美しい女子があるからうちへーるは嫌だんべ婆ばあさまの顔を見るも大義だろうなどというものもあるからそんなことを聞くと心兵でなんねえもんだから。 少しもよく思わせてえのが親の欲でござら、行くなあというわけではねえ。行ってもいいから、帰れたら早く帰ってこうというと、肝入れてそんだら行くめえなどと、年取れば、はあ、そうおめえにまで言われて邪魔になるかと思って、早くお家にてえなどと愚痴も出るものでのう。 第五十五節、宗次郎とお墨が入った料理屋に、お墨に遺恨がある武士が居合わせていました。用語解説、無反り、刀の身に反りがないまっすぐなもの、小尻、刀の鞘の端のこと、宗次郎、いえ、さようなれば、 早く帰ってまいります。思わず言いすぎて、どうも悪いことを申しまして。今夜は早く帰ってまいります。大きに余計なご心配をかけまして、誠にすみません。母。そうなればよろしい。機嫌を直していくがいいよ。これこれ、助けや。はい。我れくかへえ。 せきとりが出るってから行ってみようと思って。我、口が偉いから、人中へ入ってつまらねえ口聞いては、旦那様の顔に触るから、気いつけてよくおとなしく慎んで言ってこうよ。へえ、かしこまりました。わしが行けば大丈夫だ。そんなら行ってめります。さようなら。と、 宗次郎はこれから水街道の麹屋に行ってかのお墨を連れて法恩寺村の場所に行こうと思ったが今日は大した入りだというからそれよりは花車を他へ呼んで酒を飲ました方がよろしいそれに女連れで雑踏の中で間違いでもあってはならんことにお墨を連れて行くは心配でもあり役柄をも考えたから 大名号の天神前の宇治の里という料理屋へ上がり、ここの奥でいっちょこやってると、間が悪い時は仕方のないもので、かの隅にぞっこん惚れ、口説いてはじかれた安田一角という横曽根村の剣術使い、自ら道場を建てて、金尊の人たちが稽古に参る。腕前は鈍くも、 田舎者を脅かしている見たところは強そうな三髪を撫でつけて肩の幅が三尺もあり腕などに毛が生えて筋骨たくましい男でちょっと見は名人らしく見える先生でございます。無ぞりの小長いのを指して町高の袴をだだっぴろく吐き大先生のように思われますが。 博打,打ちのお手伝いでもしようという浪人者を二人連れて宇治の里の下座敷で一口やっていると奥に宗次郎がお墨を連れてきていることを聞くとグツグツと尺に触り何かあったら関わり合いをつけようと思っているこちらではご飯が済んだから帰りがけに花車の家に行こうというので急いで出る お住も安田が来ているのを認めましたから気味が悪く早く帰ろうと思うので奥から出て廊下を来るとどうしてもそこを通らなければ出られないから安田はわざと3人の刀のこじりを出しておきますと長い刀のつかまえにお墨がつまずきましたのを見ると安田これこれ待て。 これ「そこに行くもの待て」。宗次郎。「へえへえ私でございますか。手前どこのものか知らんけれども人の前を通るときに挨拶して通れ。ことにこれ武士の腰に対して歩く腰の者のつかまえに足をかけて粗相でござると一言の詫びこともいたさず。 むやみに参ることがあるか。出場を心あってのことだろう。へえ、とんと心得ませんで。お前、粗骨だからいけない。お武家様のお腰の者のに足をかけて、何のことだね。へい、どうも、愛すみませんでございました。つい取り急ぎまして、とんだ部長報をいたしました。 当人になりかわりまして、お詫びを申し上げます。何分ご勘弁を願います。何、詫びを申すなら、どこのものか生命も言わず、人に物を詫びるには、生命を申せ、たわけめ。へえ、手前は、羽生村の宗次郎と申す、何もわきまえません百姓でございます。何、 羽生村の総次郎。うん、名主だな。いいや、名主だ。羽生村にて他に総次郎という名前のものはないようだ。名主役をも務める者が、人の前を通るときには、ごめんなさいとか、お先に参るとかなんとか、いささか礼儀えしゃくを知らんこともあるまい。小前のわからんものなどには、 理解をも言い聞けべき名主役ではないか。それがことに、侍の腰の者のをそっかにかけて、黙って行くという方があるか。咎めたからこそ詫びもするが、咎めずばこのまま行きすぎるであろう。ぶれ至極のやつ、さようではござらんか、仁村氏。これは、お腹立ちのところごもっとも。 これは何も横合いから差し出てとやかく言うではないがけれどもこういう席だから何も先生だって大したお咎めをなさるわけでもあるまいが今仰せのごとく名主役をも務むる者が少しはその辺の心得がなくては務まらん。狛江の者がわからんことでも言う時は呼び寄せて理解をも言い聞けべきの役柄だ。 しかるに、ずんずんいくという方はない。これは、いや、先生、ごふくりゅうごもっともだ。これはいくらおっしゃってもよろしい。ごふくりゅうごもっとものしだいで。そうじろう。じゅうじゅうごもっともで。あい、すみません。ごもっとももしごくでござります。どうかご勘弁を願います。安田。 ただ、勘弁だけでは済むまい。仮にも武士の魂ともいう大切なもの。手前たちは何か、武士が腰に対しているものは、人切り包丁などと、あこういうのは手前のようなものだろうが、人をむやみに切る刀ではないわ。ええー、戦場の檻には、敵を断ち切るから断ちともいい。 片手殴りにするから刀ともいい、また短いの鎧同士とも言う。武士たる者が巧妙手柄をいたすところの道具。太平の御代に一字一点間違いをいたせば、すぐにも切腹しなければならん大切なの腰の者のじゃ。それを人斬り包丁などと悪行を言いおるから、挨拶もせずに行ったのだ。 それに違いなかろうな。連れの男。これは、先生、四国ごもっとも、けしからんこと。なんだえ、どうもその武士たるべきもの,の、の腰に対するものを、一切り包丁などとは、もってのほかだ。太平なればこそよいが、もし、戦場往来のとき、これを、えー、たちと唱える、 刀とも言う。今一つ短いのは何でしたっけうん、鎧同士とも言う。一字一点間違いがあれば、切腹いたすべきたっといところの腰のもの。それを何だ、無礼至ごく、どのようにおっしゃってもよろしい。宗次郎、重々恐れ入りましたが。 何分ご勘弁になりますことなれば、どのようにお詫びをいたしてよろしいか、とんと心得ませんが、安田、刀を清めて返せ、清まれば許して使わす。どのようにいたせば清まりますことか、百姓不正で何も存じませんで、知らんということがあるか、 清めて解さんうちは勘弁まかり合いならん。宗次郎もつくづく困りましたが、お墨は普段から一角は酒の上が悪く、わがままなのを知っております。また女が出ると柔らかになることも存じているから、かえってこういう時は女の方がよかろうと思って、後の方からつかつかと進み出まして、 おみ先生まことにしばらく安田なんだ第五十六席安田はお墨が謝っても相撲取りの花車が出ても許さないというお隅麹屋の隅でございますがただいま私が旦那様のお供をしてきてついいつものそそっかし屋で 駆け出してつまずきまして、足で桁の踏んだのというわけではありませんが、ちょっと足が触りましたので、あなたと知っていればよろしいのに、うっかり足が出ましたので、それゆえ先生様のご立腹で、まことに私がお供に来てすみませんから、部長法でございますが、どうぞご勘弁なすってくださいな、決して桁の踏んだのというわけでもなし。 お供をしてきて、部長法があっては、羽生村の旦那様にすみませんし、あの、私のそそっかし屋のことは、先生もご存じでいらっしゃいますから、お馴染みがえに、部長法のところは、じゅうじゅうお詫びをいたしますから、ご勘弁を。安田。黙れ。何なに、馴染みがどうした。馴染みならいかに無礼いたしても済むと思うか。 手前にはいささか祝儀を使わしたこともあるが、どれほどの馴染みだ。また、みどもは、料理屋の働き女に馴染みは持たん。武霊を働いても、馴染みなら許してもらえると思うか。鼻をそぎ、耳を切っても、馴染みだからごめんと、それで済むか。無礼至極なやつ。女の足に刀を踏まれては、なおさら汚れた。清めて返せ。 村これは先生至極ごもっともだごもっともだが酒も何もまずくなったなこれはどういう身分柄か知らんがなじみだから勘弁というわびのしようはないが誰かああお隅か妙なところで出っくわしたな先生先生麹屋の隅でございます よく来たな。ええー、みか。これはどうも。謝れ謝れ。ゅう、どうもすまん。先生、先生、おみでございます。きこ、知らなんだ。<laughs> どうも、そ相はね。わびるよりほかに仕方がない。わびて勘弁ならんということはない。う、お恐れ言ったとわびろ。よく来たな。 先生。先生。勘弁しておやりなさい。お住みでござる。安田。な何をたわごと。勘弁愛ならん。と、なおさら額に筋を出して、なかなか承知しませんから、宗次郎もまさかそのままに逃げ出すわけにもゆかず、困り果てておりますと、奥の離れ座敷の方に、 客人に連れられて参っていたは、花車十吉。客人は子宮の用ができて帰りましたから、花車ははるかにこの様子を聞いて、宗次郎とはもとより馴染みなり、兄弟分の片目をいたした花車でございますから、心配しておりますと、助け。もし、旦那さん、旦那さん、なんだ 関取がねえ、奥に来ているだ。大きに心配しているだが、ちょっくら旦那にお目にかかりてえと言うが。なに、花車が。それはよかった。関取に詫びをしてもらおう。ちょっと、安田。これこれ、逃げ出すことはならん。い,いえ、逃げはいたしませんが、周囲を立てましてお詫びを申し上げます。 しばらくごめんを。というので、こそこそと後に下がる。この暇に、うじの里の亭主、手代なども、代わる代わるわびますけれども、一向に聞き入れがありません。宗次郎。関取はこちらかえ。花車。はい。宗次郎。誠、ま、にどうも、ここで会うとは思わなかった。 ええ、今、皆聞きました。何しろ相手が悪いがね。何かこれには角があってだと鑑定しているが、何しろ筋の悪いやつで。これは私がね、成り代わってわびてみましょう。どうぞ、関取なら愛嬌を売るお前だから、嫌でもあろうが、先の機嫌を直すように。 暗示ねえでもいいよ。たすけ。わし、宿を出るときに、間違えでも出かすとなんねえから、なめえにかかるからって、神様に言いつかって、われ言ってつまらねえ口聞いて、間違え出かしてはなんねえと、気いつけられたんだが、こうなっては、わし出先ですまねえことだから、せきとり頼むぞえ。花車。 心配しねえでもいいよ。わしが受けあった。よろしい。と、落ち着き払った花車。年は二十八でありますが、至って賢い男。大型のちりめんのひとれものの上に、黒ちりめんの羽織を着て、大きな鎖付きのタバコ入れを握り、頭は櫓落としという頭。一体、相撲取りの愛嬌というものは、 大きななりで、小わらしい姿で、太い声の中に、なんとなく、ちょっと愛嬌のあるもので、のさーりのさーりと歩いてまいりまして。はい、ごめんなさい。先生、こんにちは。安田。なんだい、誰だい。はい、宝恩寺の場所に来ています、花車重吉という、 弱い相撲取りで、どうかお見知り置かれて、皆様ご悲に願います。はい、さようか。わしは相撲は元来嫌いで、ついぞ見に行ったこともないが、関取何ぞ用でござるかい。はい、ただいま受けたまわりますれば、羽生村の旦那様があなた方に対して、 とんだ部長法をしたと申すことだが、何分にもお聞き済みがないので、わしは馴染みのことでもあるによって、十吉手前は顔売る商売じゃ、成り代わってわびてくれって頼まれまして、見かねて中に入りましたがね、十十五立腹でもございましょうが、こういう料理屋で商売柄のところでごたごたすれば、 こちらも迷惑なり、お互いに一杯ずつも飲もうと思うに、酒も産もうない、先生も産もうないわけだから、成り代わってお詫びしますから、花車に花を持たせてご勘弁を願います。安田、まあ、ことにお気の毒だが、勘弁はいたされんで、勘弁いたしがたいわけがあるからで、 勘弁しないと言うは、武士の腰のものを女の側下にかけられては、このままに所持もされんから、清めて返せとさっきから申しているのだ。それはそうでありましょう。しかし、出来ないところを無理に頼むので、出来にくいところをするが勘弁だ。そうじゃありませんか。無理なことは聞かれませんよ。 お前が中に入っては、なおさら勘弁はできんではないか。はあ、わしが入って、なぜね。花車重吉という名うての相撲取りが入っては勘弁ならん。これが七十八十になる水っぱなを半分くったらして、腰の曲がった水飲み百姓が、年に免じてどうぞ堪忍してくだされと、 頭を下げれば勘忍することもできようが立派の相撲取り天下に顔を売る者に安田一角が勘弁したとあれば力士に恐れて勘弁したと言われては今井田流の表札に関わるからなおさら勘弁はできんからな。花車それは困りますね。 それじゃあ物に角が立ちます。先生、わしは天下の力士でも何でもないわ。まあ、長袖の身の上で、皆さんの悲きを受けなければならん。裸で、お前さん、取り回し一つでもってから、大勢様の前に出て、まあ、勝つも負けるも時の運次第で、コロコロ砂の中へ転がって、着物を放ってもらい、 勝ったとか負けたとかいうところが愛嬌じゃ。そうしてみれば皆さんのごひいを受けなければならん。あなたが勘弁してくださればそれ花車あいつは愛嬌者じゃ。先生が勘弁できないところ花車をひいなればこそ勘弁したといえばそれでわしは先生のおかげでまた売り出します。 そうじゃございませんか。勘弁しておくんなさい。勘人はできん。できんでは困ります。いや、勘弁はできん。武士に二言はないわ。第五十七節。花車は覚悟を決めて、一人で安田らに立ち向かうことにします。用語解説。 存じより「思いつきなじみ花車」「そんなことを言うて相手が武士か剣術使いなればともかくもたかが女のことだからよう大概にしろよ」「安田大概にしろよ」とは何だこれは言い損なったこれは相撲取りはこういう口の利きようで。 っっかり言った「勘弁しろよ」勘弁しろよとは何だ?「ほいまた言い損なった」「安田勘弁しろよ」とは何だ手前も大名公家の前に出ておきをいただく力士ではないか挨拶のしようを存ぜんことはない「大概にしろの勘弁しろよの」という言いようがあるか なおさら、勘弁ならん。無礼、至極、ふらちな奴だ。と、そばにある飲み覚ましの大阪好きを取って、ポンとホーると、花車の顔から肩へかけて、びっしょり、ほこりだらけの酒を浴びました。花車。先生、お前さん、酒をぶっかけたね。じゃあ、どうあっても勘弁できないと決めたか。 それでは仕方がないが、先生、わしも花車とかなんとか肩書きのある力士の端くれ。人に頼まれ中に入って勘弁ならん。あ、はあ、そうでございますかと指をくわえて引っ込むことはできん。わしはバカだ。知恵が足りねえから挨拶のしようを知らん。どうかこうせいと教えてくさせえ。 お前の言うとおりやりましょう。ねえ、どうなとお顔を立てようから、こうしろと教えてくさせ。安田。これは面白い。わしの顔を立てる、周囲を立てるなれば、勘弁いたす。無礼を働いたおみという女は、不届き至極だから、かの婦人を宗次郎からもらいきって、 わししに引き渡してください道場に連れてまいって存じよりどおりにするそれはできないあれはご存じの三街道の工事屋の女中で高い給金で抱えておく女だ今日一日羽生村の名主様が借りてきたんだそれを無礼した勘弁できないと言って 道場へ連れて行く。はいと言ってやられん。わしにしてもそうです。道場へ引かれれば、煮て食うか焼いて食うか、頭から塩をつけて食われるか知れねえものを、それはでけん。できない相談。それじゃあしようがねえわ。安田。それじゃあなぜ周囲を立てると言った お前は力士、ただの男とは違う。一旦言ったことを保護にすることはない。武士に二言はない。刀にかけても女をもらいましょう。これはしようがねえ。じゃあまあ、お前さんが剣術使いだから、刀にかけてももらおうと言うだら、わしは相撲取りだから。 力にかけてもやることはできんと決めたそれよりほかはできませんわというと一角も額に青筋を張ってなかなか効きませんこのうちへおまんまを食べに入った人たちも驚きましたが中には相撲好きで江戸の勇肌の人もおりまして客どうだもう敬老じゃねえか 陰毛な侍だあのチキシうんオラッちが弥平殿の時へ来るったってふかしい親類でもねえが場所中関取が出るから来ているのだが本当にいい関取りだな体ができて愛嬌相撲だちょっと手取りで手芸相撲取りが出れば勘弁するものだが相詰め 酒をぶっかけやがってひどいことしやがる。相手の侍は三人だ。せ取りがどっと立って荒れるとねだが抜けるよ。こうしようじゃねえか。おりよう、そう言っても間に合う名から。残していっても無駄だから、この生鮭と卵焼きなざ持って行こう。などと横着なやつは、 手ぬぐいの上に紙を敷いてそろそろ魚を包み始めた花車じゃあ先生こうしましょうここのうちでごたすた言ったところがこのうちへ迷惑かけて他に客もあるからケガでもさしてはなりません表に出て広々とした天神前の田んぼ中でやりましょうわしも男だ 逃げ隠れはしません「面白い出ろ」というので3人ずんと立った客「喧嘩だ喧嘩だ」と他の客はバラバラ逃げ出したが代を払ってゆくものは一人もない横着者は刺身皿を懐に隠して持ってゆくものもあり中には 料理盤のところへ駆け込んで生酒を3本を持って逃げ出すものもあり宇治の里では驚きましたが安田一角は2人の助けを頼みとして袴の桃立ちを取って長いのを引き抜き振りかざしたから2人の武士も義理で長いのを引き抜き3人の侍が長いきらつくのを持って立ち並んでいるから 勤勉の者は驚きました。宗次郎はなおさら心配でございますから。宗次郎。関取お前に怪我をさせては親方にすまんから。花車。ええよ。親方も何もない。お前さんそっちへ行ってくさせえよ。俺が引き受けたからは世間へ顔出しができませんから。 引くことはできない。どうかことなくやるつもりで。お前さん、心配をしねえで。いいよ、おすみさんを連れて構わず行ってください。たすけさんも行ってください。旦那さんがここにいては悪いから、帰ってください。宗次郎は帰れったって帰られませんし、このままにはされず、 怖さは怖し、どうしようかとおどおどしていると花車はずっと羽織とひとえものを脱ぎましたが相撲取りのけんかは大抵裸のもので花車は衣服を脱ぐと下には取り回しをしめている。えーんと腹をゆり上げると腹の大きさはこんなになります。 飴細工のタヌキ見たようで取り回しのところへ銀ごしらえの道金の刀をさし白地の手ぬぐいで向こう鉢巻きをして飛び降りるとずーんと地響きがする腕などは松の木のようで腹を立ったから力は満ちているずーっと飛び出すと見物人は「うわ!」 せきとりしっかりしろ」という安田一角は袴の桃立ちをとって「さあ来い」と長いのを振り上げているこの中へすっぱだかで花車十吉が飛び込むというところちょっと一息つきまして第58席へ続く